はい、こんにちは、しあずかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第606回をやっていきたいと思います。今回はコミュニケーションの本質ということで、そもそもコミュニケーションというのはどういうものなのかというのを確認したいと思います。で、結論から言うと認識の共有ということですね。送り手と受け手、この両者が同じ認識を頭に思い浮かべることができた時にコミュニケーションが成立したということが言えるということですね。両者が同じ認識を共有できた時、本当の意味でコミュニケーションが成立したと言えるということですね。ちょっと雑談になるんですけど、言葉を話すのは実は人間だけじゃないっていうふうに言われてるんですよね。言葉を話すのは人間だけではないと、ね、他の動物も言葉を話しているというふうに、言われています、ね、だから例えば動物と動物が、ね、同じ仲間であれば、ね、例えばライオンが来たっていうのを、ね、彼らなりの言葉で連絡してそして逃げるということをするんですよね。動物ライオンが襲ってきたとかっていうのを、ね、彼らなりの言葉で、ね、仲間に伝えて、でそれを聞いた、ね、仲間が、ね、逃げると、で自分たちの生命を守るということをやっているということですね。だから言葉を話すのは実は人間だけじゃないんですよね。じゃあ人間と他の動物を分けている一番のポイントっていうのは、動物は目に見えるものだけを言葉として発するんですね。ライオンが来たということであれば、そのライオンが来たという目に見えるものに対してライオンが来たっていうのを他に伝えるということをするわけです。しかし人間はね、こっちは動物ですね。しかし人間は目に見えないものに対しても言葉を発するんですね。つまり頭の中で思い浮かべている、ね、例えばその思考とか妄想とか思い込み、これは実際に実在してないですよね。本人の頭の中だけにあるものです。その頭の中だけにあって実在してないものに対しても言葉を発するんですよね。要するに目に見えない世界に対しても語るのが人間なんですよ、ね、動物っていうのは目に見える存在に対しては語りますけど、目に見えない存在に対しては語らないんですね。で、人間っていうのは目に見える存在についても語りますけど、目に見えない存在についても語るんですねっていう大きな特徴があります。で、そうした時にこの人がね、何らかの思考というのを持っているわけです。頭の中でこう思い浮かべているものがあるんですよね。で、この、ね、例えば A という、ね、ものを想像しているとした時に、もしこの人の相手と同じように A というものを思い浮かべることができたら、これはコミュニケーションが成立したというふうに言えるわけです、ね、この人の頭の中にある妄想、思い込み、思考ですよね、とこの人が頭に思い浮かべている妄想、思い込み、思考というのが一致したら、この2人はコミュニケーションが成立したというふうに言えるんですね。でもこのコミュニケーションが成立するってことは、実際はもうほぼ稀ということですよね。もうそれこそ 1% どころか 0.01% ぐらいということなわけです。ほとんどの人たちはね、ほとんどのコミュニケーションって何をやってるかっていうと、この人はこの人で話したいことを話し、この人はこの人で聞きたいことを聞いてるんですね。要するにお互いに自分の記憶をこうね、頭の中で思い浮かべてるだけなんですよ。で、同じ想像、同じイメージを思い浮かべようとしてるんじゃなくて、この人はこの人の記憶をただね、呼び起こしていて、この人はこの人の記憶を呼び起こしていて、例えばこの人は A、この人は C みたいなのを思い浮かべてて、お互いに会話をしているという状態なんですよね。全く同じものを思い浮かべることができているわけじゃなくて、この人はこの人で話したいことを話し、この人はこの人で聞きたいことを聞き、結局やってるのは自分の頭の中にある記憶をただね、思い返しただけということです。
この人が見てるのは自分の記憶で、この人が見てるのも自分の記憶ということですね。それがほとんどの場合で、いわゆるコミュニケーションと言われているものですけど、実際はそれはコミュニケーションが成立したとは言えないんですね。コミュニケーションが成立したっていうのは認識が共有されたということで、この2人が頭の中で同じものを思い浮かべることができたときに、初めてコミュニケーションっていうのが成立したということが言えるわけです。なのでまず1番、送り手が受け手の期待や態度を先読みし、ね、この人は一体どんなことに興味関心があるんだろうと、ね、何を期待していてっていうのを、ね、この人がまず先読みしないといけないということです。相手は自分に興味関心がないことは聞かないんですよね。もうとにかく聞きたくないんですよ。自分の興味関心がないことは1秒も聞きたくないわけです、ね、もしかしたらこの人が知ってることはすっごく、ね、有益な情報なのかもしれないですけど、この人が興味関心がないことであれば聞きたくないんですよ。だからコミュニケーションが成立しないんですね。聞きたいものじゃないわければ相手はね、当然頭に同じものを思い浮かべるってことはしませんから、だからこの人が興味関心があることをまずは先読みして、この人って一体どんな人なんだろうということで、ね、この人の興味関心、受け手が持ってる、ね、興味関心っていうのを先読みして、そして共通の基盤を活用しながら、ね、この2人が共通点があると、ね、何らか共通点があると、男性と男性、女性と女性とか、ね、今いる場所は同じだとか、出身地が一緒だとか、もしくは同じ日本人だとかね、ね、まあ、そういうこうなんか共通の基盤っていうのを活用しながら、ね、目的は最後は同じ認識を共有することですから、最後の目的は同じ認識を共有することなので、その取っかかりとして、その手がかりとして、お互いに共通で持っているものを活用しながら一緒に理解を形成しようという意図を持っていると、ね、自分の、ね、意図と相手の意図で同じ共通の、ね、認識を、ね、お互いで作っていきたいという意図をまずこの人は持っている必要があります。ただ自分が興味関心があることを一方的に喋るっていうよりは、この人が興味関心があることを先読みして、でこの人が興味関心があることに関して情報を伝達するということですよね。はい、そして受け手の期待に合わせながら、この人が聞きたいこと、ね、興味関心があって聞きたいことに合わせながら、送り手の頭の中にある考えやイメージですね、この人は A っていうのを、ね、頭で思い浮かべてるわけですけど、ね、送り手の中、頭の中にある考えやイメージをできるだけ正確に言語などの信号に変換して、相手に正確に伝えるということですね。ここですごく情報量が減っちゃうんですよね。ね、例えばその、ね、イメージっていうのが、ね、すごく情報量が多いわけですけど、それをこう言葉という情報量が少ないものにこう変換するわけですよね。だからなかなか言いたいことっていうのが相手に伝わらないわけです。で、言葉っていうのは、ね、すごく情報量が少ない。極端な音を言うと、もう音なので単なる日本語だったら、ね、あいうえおっていうね、50音の組み合わせでしかないし、ね、英語だったらね、アルファベット26文字の組み合わせでしかないわけなので、基本的にそのイメージの方が、頭の中のイメージの方が圧倒的に情報量が多いんですね。情報量が多いものを情報量が少ない言葉に変換するので、どうしても伝えたいことっていうのはなかなか伝えるってことができない。このイメージっていうのをそのまま相手にポンってこう渡すことができればいいわけですけど、このイメージを一回言葉というものに変換するわけですけど、どうしても情報量がものすごく減っちゃうんですよね。だから、ね、なかなかこう、ね、伝えるということはできないわけですけど、それでもやっぱり伝えたいということで、正確に言語などの信号に変換して、やっぱりね、とはいえやっぱり言葉で伝えていくしかないわけなので、言葉を通じて相手に正確に伝えるということです。で、そうすると受け手がこの解釈で正しいかと確認しながらね、結局この人はね、この情報が減った言葉というのを受け取っています。ね、イメージをそのまま受け取っているのではなくて、言葉を受け取っています、ね、だから言葉というのは情報量が少なくなっていますから、少ない情報から今度は、ね、逆にこっちの方に変換しないといけないわけですよね。送り手はイメージを変換して言葉に変えたわけですけど、受け手は言葉を変換してイメージに変えないといけないわけです。だから少ないく情報量がものすごく少なくなったものを通じて、ね、情報量の多いイメージっていうのを想起しないといけない、思い出さない、思い浮かべないといけないわけですよね。
だから当然この解釈で正しいかって確認しないと相手が本当に伝えたかったイメージであるってことは極めて稀なんですよね。実際はね、イメージをイメージで伝えてるんだったらすぐ分かると思うんですよ。しかしイメージを言葉に変換して言葉をもう一回イメージに戻そうとしてますから、この解釈で正しいかっていうのを確認しないとこの人がもともと持ってたイメージをねそのまま解釈するってことはなかなか難しいんですよね。なのでこの解釈で正しいですかと、あなたが言いたかったのはこういうことですかと、で私は今こういうあなたからこういう話を聞いてこういうふうに解釈したんですけど、この解釈で正しいですかと、ね、あなたが伝えたかったことはこういうことですかということでこう確認するっていうことが必要になってきますよね。でそしてこの人はこの人でやっぱり、ね、この人と同じ共有認識を共有したいという気持ちを持っている必要があります。この人も相手と認識を共有したいという気持ちを持っていて、この人も相手と気持ちを共有したいという認識を持ってないと、ね、やっぱ本当になんか双方向で持ってないとなかなかコミュニケーションというのは成立しないんですね。だからはっきり言ったらすっごくこう面倒くさいわけですよ。はっきり言ったらね、すごく面倒くさい。この人はこの人と同じ認識を共有したいという思いを持っている必要があり、この人はこの人と、ね、同じ認識を共有したいという思いを持っていて、そしてお互い協力しないといけないわけですよ、ね、この人は、ね、自分の頭に思い浮かべているものをなんとか理解してもらいたいから、この人はどういうことに興味関心を持っていて何に関連付けて話せばこの人は聞いてくれるんだろう、理解してくれるんだろうっていうのを先読みしないといけないわけですよね。で先読みして、あこの人はこういうことに興味関心があるからこれに関連してお話をすると、言葉を使って伝えると理解してもらえるんじゃないかな、この A というイメージを、ね、理解してもらえるんじゃないかなと思って言葉にを伝えます。でイメージを、この頭の中にあるイメージを、ね、情報量が少ない言葉というのに変換して、そして相手に伝えるということですよね。でこの受け手も相手と同じ認識を共有したいという思いを持っていればね、その言葉をもう一回イメージに変換したときに、ね、あなたが言いたかったことっていうこういうことですかと、ね、私は今こういうふうに解釈したんですけど、こういうふうに受け取ったんですけど、この理解この解釈で正しいですかと、あなたが本当に言いたかったこの元々のイメージ考え思考というのはこういうことですかということで、ね、相手に確認する必要があるんですね。でそうすると、ねそうですとか、いやちょっと私の伝え方が良くなくてちょっと言いたいことがなかなか伝わらなかったと思うんですけどということで、こう、ね、お互いにこう会話を、ね双方向で、まあ、やり取りするわけですよ。でこの、ね、A というイメージに限りなく同じ A というイメージを持ってもらえるように、ね、情報量が少ない言葉を通じて一生懸命こうねやっていくわけですよね。双方向で対話をし続けていくわけです。そして、ね、ああなるほどと、ね、あなたが伝えたかったのはこういうことですねっていうことで、もしこの人が、ね、そうだというふうに思った時に初めてそれでコミュニケーションが成立したということが言えるわけです。だからなんかコミュニケーションっていうとこの、ね、頭に思い浮かべているものを相手にできるだけ正確に伝えようというそこにだけすごく焦点が当たりがちなんですけど、実際は双方向の共同作業であるということですよね。この人が、ね、ただ自分が言いたいことを一方的に言っても、ね、相手は理解してくれないし、ね、ただ相手がただ、ね、漫然と聞いててもそれは、ね、この人が思い浮かべたいただ自分の記憶を、ねただもう一回、ね思い浮かべただけで、結局言いたいことを言い聞きたいことを聞き、お互いにやったのは何かって言ったらお互いに自分の記憶を思い出し自分の記憶を思い出しただけと、で共通の、ね、同じ認識を持つってことはできなかったということですよね。そうじゃなくてこの人には、ね、この人と認識を共有したいという気持ちがあって、この人にもこの人と認識を同じ認識を共有したいという気持ちがあって、そして2人で協力して、ね、言葉を通じてやり取りして、このイメージを言葉をイメージ、そして同じイメージが相手の、ね、頭と自分の頭で持てるようになった時に初めてコミュニケーションというのは成立しているということですよね。人はこの面倒くさいことをやりたくないので、だからもう言いたいことを言い聞きたいことを聞き、この人はこの人の記憶を思い出しただけで、この人はこの人の記憶を思い出しただけっていう風になるわけですけど、本当のコミュニケーションっていうのはやっぱりそういうお互いに同じ頭の中のイメージを持てるように、同じ認識が共有できるようになるまでこう会話を、ね、続けていく、対話を続けていく、で時には行動を通じて、ね、言葉だけじゃなくて行動とか身振り手振りとか、で何らかの行動を通じてお互いに同じ、ね、共通認識っていうのを作っていくということですよね。それをやっていくことで初めてコミュニケーション、本当の意味でのコミュニケーションというのが成立していくんだというお話です。
はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。